どうも、ベトナム在住のウキツです。CL50 のクランクの方ね、修正修理してもらって洗浄終わったんで、組み立てしていきたいと思います。これ、ミッションのベアリングなんですけどね、入ってたもの、特にこの、左側か、もう手で簡単に、抜き差しできるようになっちゃってるんですよ。で、まあちょっとやっぱりこの状態はね、エンジンかかってる時にベアリングの外側が回るのは良くないっていうのと、まあ、多分これもちょっと回った形跡あるのかな。まあベアリングはね、まだガタないんですけども、ちょっと新しいのを買ってきました。それでね、まあ邪道なんですが、ここをね、ちょっとセンターポンチで叩いて、まあベアリングが動かないように、抜けないように、してみたいと思います。ちなみにこれ見るとね、一回叩いた跡がもうあるんですよ。まあまあ今回はね、どうにかこれでしのぎたいと思います。次ぐらいはね、ちょっとここにリングを入れてもらうって手もあるんですが、まあそれもね、精度の問題があるんで、とりあえず今回はね、センターポンチでいきます。どう叩くかな。ちょっとね、上側だけは叩いてみました。これでね、要は下に押し付ける感じですかね。一応入らなくなってますね。ただ入れるのはね、新しいベアリングですが、今冷凍庫に入れてあります。それでね、今回はもう叩いちゃったから、ここも叩き込みでね、入れるしかないんですけど、まあそれでもね、念のためヒートガンで温めてから入れたいと思います。これもね、3分炙っていきたいと思います。ベアリングね、取ってきました。まあ今回は叩かんと入らんでしょう。もちろん、OK、ちょっと冷ましますかね。まだこれ10分ぐらいしか冷ましてないんで、暑いといえば暑いけど、とりあえずね、抜けないか確認というか、暑いんだけどまあいけるでしょう。大丈夫そうなんでね、反対側も同じぐらい叩けばいいのかな。まあ、反対側はね、もうちょっときついから、叩くのは少なめで、上側をね、叩かなきゃダメですね。熱の方ね、完全に冷めたんで、ベアリングはね、なかなかいい感じです。まあ、あんまり強く押して取れたら嫌ですが、大丈夫ですね。それでは組んでいきましょうね。まずはこのシャフトですね。これをここに、こいつはね、裏表があります。
出っ張った方が内側のはずなんですけどね。で、クランクですね。ちょっと掃除してから入れます。あのですね、また罠というか、ちょっとひどい目に遭ってしまいました。これね、掃除しようと思って、こっからねプシューと潤滑スプレー入れたんですよ。で、まあそしたらね、中からなかなかすごい鉄粉が出てきて、ギラギラのね、それはいいんですがっていうか、よくもないんですけど、鉄粉挟まったんでしょうね。スタックしちゃいました。ちょっとこれはね、また加工屋持ってって分解してもらって、もうベアリングも交換した方がいいんでしょうね。で、こっちはまあまあいいんですよ。こっち側がね、音がすごいです。なんでちょっとクランクばらしてね、ベアリング交換してもらいます。ちょっとこれは他のも確認した方がいいな。いやー、ちょっと加工屋に行く前にね、この中身だけ確認しておきます。このミッションはね、ほぼ新品だと思うんですよね。何の痛みもないし、びっくりしたのがね、ここにね、スリット入ってるんですよ。これ何かっていうと、ギアインジケーターのね、ぽっちりが止まるようになってるんで、まあまあ純正部品ではないってことですが、ね、これを入れて何キロ走ったのか知りませんが、痛みはないんでね、こいつは大丈夫だと思います。これも掃除しておこう。さすがにね、バラしてまでは確認しないです。これはこのままいけるでしょう。で、実はね、これにちょっと問題があったんですよ。ここがほとんど綺麗なんですけどね、一部どこかな、逆に赤、少し潰れてるんですよ。で、これがね、実はつけてた時グラグラはしてたんですけども、まあまあこいつは変えることはないんだろうな。で、これが竹川の文字がありますが、本物かどうかは知りません。そんで、映んないだろうな。あ、ここがちょっと潰れてるんだ。どっちが先かは分かんないけど、まあこれは使って、こいつはね、ちょっとこの目のところ後でヤスリでね、ちょっと掃除して、まあ本物だったらね、このまま使うのがいいんですが、まあもしこれがコピー品だったら、違う、もっといい純正品に変えた方がいいんでしょうね。まあこれは持ち主に確認します。こいつも掃除。なくなった。よし、まあまあいけない、いけない。何これ、大したあれじゃないんだけどもね、Cクリップっていうのかな、折れてるんですよ。まあこれでも止まるからいいんだけど、
こいつ持ってるかな。ちょっと外そう。外せんな。ちょっと、あ、部品あるかどうかわかんないんでね、まず部品探します。家の中探したらね、ずいぶん前にいただいたもんじゃないかな。純正部品でね、あの番号もキックペダルのところで、合ってるみたいだし、まあいくつかね、キックペダルって、あ、キックペダルじゃない、キックペダルのシャフトか、種類はあるようですが、まあこれもね、見た感じ同じ大きさっぽいんで、ちょっともうね、潰して外しちゃいます。いやろ。やいったー、取れたさあ、これはなんかもうむしり切ってるし、同じサイズですね。これにね、買います。一旦洗浄。これでいけるでしょう。さっきもちらっとお見せしましたけどね、これは全部金属ですよ。なんかでね、でっかいのがゴロゴロしてるんだ。まあでっかいのって言ってもね、1ミリもないんだけども、うまく映んないかな。ここがひどいのか。これですね。まあいいや、とりあえずね、これはあのいつもの加工屋さんに持ってってね、もうベアリング交換してもらいます。クランクの方ね、ベアリング変えてきてもらいました。やっぱりゴリゴリしないですね。これで組めるんじゃないかい。さあ、これで忘れ物はないはず。今回のクランクケースね、例えばこことかこっち側で、反対側もね、ちょっと、平らになってないところがあるんで、今回はね、液体ガスケット塗っていきます。そうしないとちょっとね、オイルにじみしそうなんで、で前に GN でね、初めて試したあの袋に入れて絞るやつやっていきます。あ、ちなみにね、もう全部全周塗ることにしました。反対側はね、問題あるのここだけなんで、ここだけに塗っておきます。
で、クランクケース中心部分組み立て完了ですね。今日はもうこれだけにします。ちょっとねゆっくり一つ一つ確認しながらやっていきたいと思います。それでは今日はここまでです。あら、またなんか終わり方がおかしくなった。それではまた。